多賀城伊沢城芝城秋田城東北地方の主な城作多賀城は現在の宮城県多賀城市にあった日本の古代城作国の特別史跡に指定されている奈良時代から平安時代に道のく国府や陳守府が置かれ11世紀中頃までの東北地方の政治軍事文化の中心地であったなお周辺はかつて 型の世界が想定されていたが、BP1900 から1500年にはすでに、赤庫的環境は存在せず、かつて、型が存在した証拠の一つと例示された砂押し、川西下流部の、塩入り、塩止め、塩久保などの地名についても、再検討されている。多賀城のステレオ空中写真国土交通省国土、地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成なら平常経営の律令政府がエゾを支配するため、軍事拠点として、松島丘陵の南東部分である、塩釜丘陵上に設置した。平時は、道の区国を治める国府として機能した。創建は人気元年、安ゼ地、大野あ人が築城したとされる。 8世紀初めから11世紀半ばまで存続し、その間、大きく4回の造営が行われた。第1期は724年から762年、第2期は762年から780年で、天平法治6年、藤原恵美朝狩りが改修してから法期11年、維持校砦マロ狼の反乱で消失するまで、第3期は780年から869年で、 消失の復興から上岸11年の大地震による、東海及び歴史者1000人ばかりを出した城下に及ぶ津波被災まで、第4期は869年から11世紀、半ばで地震及び津波被災からの復興から、廃絶までに分けられる。なお、多賀城の城としての記載は、日本三大実録にある、上岸津波の骨至る浄化が最後であり、 翌上岸12年の道書には、修理府、藤原佑よ、古今修中、皇共の官票6年首書、在道の久田賀国府他に、府あるいは、多賀国府と記載。多賀城創建以前は、仙台郡山遺跡が、道の区国府であったと推定される。この国府の他、鎮守府が置かれ、成長や食料貯蔵用の蔵などを設け、付属寺院が築かれていた。霊気二年には、 移民によって、黒川遺北従軍が成立し、人気元年には、道の区国府は、仙台郡山遺跡から多賀城に移された。北方の備えとして、石巻平野から大崎平野にかけては、天平五作を設置、これらは養老四年、岩瀬国、岩木国、道の区国に三分された、道の区国を、再び統合し、多賀城という新国府の建設により、 弱体化した、道の区国の支配強化を図った。これにより、奈良時代の日本では、平城系を中心に、南に大宰府、北に、珠府県道の区国府の多賀城を建てて、一大拠点とした。多賀城跡とその周辺の調査が、昭和36年から開始され、外角は、東辺約1000メートル、西辺約700メートル。 南辺約880メートル、北辺約860メートル、築地塀や作木列を巡らせた成長域が確認された。その中心からやや南寄りに、東西約106メートル、南北約170メートルの築地塀で囲んだ区域があり、主要な建物の跡と見られる礎石や柱穴が多数確認され、静殿と考えられた。成長の南東方向に、 多賀城廃寺、成長聖殿の北側には、縁起式内舎の多賀神社がある。多賀城成長東門跡に隣接して、道の区国百社を祀る道の区総社宮がある。六津国一宮塩釜神社を精神的支柱として、松島湾、地下の裏を構図とする。都人道系の地となり、歌枕が数多く存在する。成長がある丘陵の麓には、 情報性による都市が築かれ、砂押し川の水上交通と東山道の陸上交通が交差する土地として繁栄した。1966年4月11日、遺跡は国の特別史跡に指定された。その後も発掘調査が進展した結果、多賀城跡一帯とともに、多賀城廃寺跡、建前遺跡、柏木遺跡、 北緯38度17分41秒、統計141度2分20秒、北緯38.29472度、統計141.03889度、38.2947241.03889、三能遺跡などを含む範囲が追加指定されている。主な執筆者名の五十音順、ありがとうございます。